スタジオリバーサイド。はい、こんばんは、竹内敦史です。今日はね、忽那さんのお誕生日ということで、歌を歌わせていただきました。忽那さんは、私が、すごく一生懸命写真を撮ってる時代に、撮った写真をね、今でもプロフィール写真に使っていてくれて、とてもありがとうございます。自分でもね、彼の動きはすごくシャープだったんで、正直言って撮るの難しかったんです。すごくクイックに車を曲げるんでね、なかなかタイミングが合わせられなくて、すごく一生懸命撮ったのが、思い出深いです。今でもね、ラジコンで活躍されているようで、本当に お誕生日おめでとうございます。それでは竹下敦史でした。